ナチスとそれ以降現代につながるところまでを、前回コーリー・グッドの、話を中心にコズミック・ディスクロージャーを編集した形でお伝えしました。で、今回はですね、コブラの情報があるんですけれども、そこから相当する部分を抜粋をして編集して、それを見ていきたいと思います。そうするとですね、非常にたくさんの部分が重なるんですね。で、実はコーリー・グッドの暴露よりもコブラの、暴露の方が早いんですよね。それからいろんなことを言っているということと、コーリー・グッドはあくまでも自分が勤務していた20年前までの話と、それから最近ブルエビアンズが接触してきた、もういわゆる一番最新の部分、あと途中空白の部分があるわけですね。そこの部分はむしろコブラがきちっと埋めてくれてるというような、そういう感覚があります。で、それで、今回はコブラの情報を見ていくことで、コーリー・グッドの言ってることが非常に信憑性があるということ、それからコブラの情報も間違いなく正しいということが、分かってくるわけですね。実際にですね、かなりすごいことを言っているわけで、冒頭のところが「秘密の宇宙プログラムはドイツで第一次大戦の直後に始まった」っていうことを言ってますよね。1934年にはですね、ドラコ帝国の多くの種族が世界の指導者と連絡を取って秘密協定を結んでいるって言ってますね。で、プログラムには財政的な裏付けが必要なんで、備蓄法によって没収された黄金が充当されたって言ってますよね。で、1934年の金備蓄法というのはアメリカの話なので、ドイツじゃないので、これを考えるともう世界的なレベルでもうこれは始まっているという。僕らはずっとドイツを追いかけてきたんだけど、ドイツはその最もそれを進めていたというだけのことで、実際には緩やかに全体で始まっているということになりますね。ということは、第二次大戦は何だったのかという疑問が、出てくるんですけど、で、数十万トンの山下ゴールドが世界的な地下軍事基地の大規模システムの構築用の資金として貿易プログラムに組み込まれた。コブラの言ってることを考えると、私たちが考えている第二次大戦というのは相当修正したものの見方をしないと真相が捉えきれないなと。もう第二次大戦が始まる前から戦後のことは決められていて、何をするかも分かっていたと。地下に秘密基地をたくさん作る、地下だけじゃなくて太陽系に作ることも初めから組み込まれてたとしか考え、それに山下ゴールド、世界中から集められたゴールドが使われると、資金源として使われると。この頃は金本位制でしたからね、まだね。ということまで計画されて戦争が行われている、そうとしか考えられない。これすごい感覚ですよね。はい、次です。はい、1950年代には秘密の宇宙プログラムが拡張され、月と火星の基地構築が計画されました。だから秘密の宇宙プログラムには地球上の地下基地を作るっていうことが優先されてやられてたんだけども、それがある程度できると、今度は火星とか月の基地を従属させていく、それからどんどん太陽系に進出していくっていうことが並行して行われたっていうことがうかがえます。で、問題なのは何のためにこんなことをしたのかですよね。どう考えても第三次大戦って地上が住めなくなるからでしょ。明らかですよね。で、万一地球が自体が地下でも住むのが難しいとなると、太陽系の、いや地球の外に、月とか火星、別の惑星に脱出する避難所を設けるためにインフラ設備してたとしか考えられないですよね。だからどう考えても第二次大戦が始まる前にですね、3つ目の戦争っていうのは計画されてた、初めからやるつもりだったということでね。で、エリア51の地下基地ではなんとエイリアンと人間のハイブリッドが育成中で、2000万のエイリアンがすでにもう地球上には存在していると。2000万。地下基地にね、存在している。で、シュナイダーが言うには、フィル・シュナイダーが言うには、2029年までに地球人の人口を8から9割削減するというのであると。で、11種類の、宇宙人の種族のうち、9種類は地球人を食べ物だと思ってる。
で、彼らエイリアンは地下基地に住んでいる。すでにその数は2000万を超えたらしいということが書いてある。なんで地下基地を作ってるのか。これだけ地球人の選ばれた人間がそこに逃げ込む、それだけじゃないわけですね。2000万のエイリアンがもうすでに準備されている。これが然るべき時期に地上に這い出してきて徹底的に地上の人間を殺戮していく、それがフィーマーでしょう。